私はなんで FC を続けているのか正直わかんないし、 FC をするのが怖いよ。もし優勝してなかったらこんなことで悩まなかったのかもしれない。飛び沢さん、私とは本気で試合していなかったですよね。死闘のスカイウォーカーはあなたを狙っていますわ。後ろから大勢の人が私を捕まえようとしてるのが正直に言うと怖い。私と飛び沢さんって少し似ていませんか。日向雅也だけが気づいたということです。私、美咲さんに勝ちますから。すごいです、見てください、進藤さん。野郎のどてっぱらに俺の名を刻みつけてやる。さすが秋の大会の優勝ペアだ。じゃあそろそろ行くよ。姉様。ようやく本気になってくれましたね。私は本気だったってば。まさかこんな展開になるなんて。まだまだ容赦しませんわよ。私だって飛べるんです。そんなこと言われなくても。邪魔するとぶっ飛ばす。死んだ。そうされてみたいと思っていたんだ。うちの部員は誰も進藤さんに勝ったことがないんだ。さあ、あなたは勝てますか。どっちに才能あるとかないとかそういう話じゃないと思います。あれはファイター不利を覆すためのポジショニングだ。正面からバチバチやりましょうよ。僕だってドッグファイトは嫌いじゃない。私は負けない。みんな私にこんな気持ちを持ってたんだ。